こんにちは、角川スキー総研の遠藤です。今日作るのはこれです。説明する必要ないと思うんですけれども、任天堂スイッチですね。2017年3月に発売されました。僕もね、発表会に出かけてインタビューなどもさせていただいたんですけれども、今もめちゃめちゃ人気のある、任天堂スイッチ、今日はこれを作っていきます。2017年3月に発売された任天堂の家庭用ゲーム機ですけど、テレビにつないで据え置きにもなる。 6.2 インチの液晶なので、机の上に立てて使ってもらってもいい、それからもちろん携帯ゲーム機として持ち歩いてもいいということなんですね。そのために左右のコントローラー、ジョイコンが外れるようになっているわけです。スイッチが発売された2017年というのは、スマートフォンのゲームが相当に目立ってきた時期なんですよね。なので、スマートフォン時代をすごく意識したゲーム機と言えるかもしれません。スイッチ自体が大型のスマホみたいにも見えるし、ジョイコンもさることながら、センサーを使って遊べるようになっている。赤外線で距離や簡単な形まで認識できるとか、そこがすごく新しい感じでしたよね。2010年代というのは、高性能低消費電力の CPU が出てきて、加速度センサーとかね、センサーもどんどん成長した時期です。それによってドローンであったり VR ヘッドセットであったり、あるいは GPU によって人工知能が進化したり、そういった時代でした。実は任天堂スイッチもこうした時代の流れにもろにあって出てきたハードウェアだったんですよね。スイッチが発売されて2年後の2019年に NVIDIA というですね、自動運転などの AI に使われる GPU なんかを出している会社が、そのジェットソンというシリーズでジェットソンナノという、それの低価格版を出してきたんですけど、なんと中身はほぼ任天堂スイッチと同じもんだったんですよね。でよく考えてみると、任天堂ラボの VR ヘッドセットがあったりとかですね、マリオカートライブホームサーキットという、自動運転ではないですけれども AI を使っているようなものが出てきてですね、なるほど、これジェットソンナノと一緒だからできるんだというようなものも出てきたりしたんですよね。スイッチのソフトというと、ジョイコンとかセンサーを生かしたソフトが面白いですよね。ただゲーム機としての文化的な部分も、やっぱりあって、ナビ付き作ってわかる初めてゲームプログラミングという子どものプログラミングのソフトが出たんですけれども、個人的にはこのあたりもおすすめだと思っています。1977年に最初にヒットしたパソコン、それとアタリ VCS というやっぱり最初にアメリカでヒットした家庭用ゲーム機って発売されてるんですよね。市場が違うんで、ゲーム機とパソコンって異母兄弟という感じなんですけれども、互いに影響し合いながら進化してきたと。ということでできました。本体のカラーもですね、今回作ってみて赤と青も絶妙なバランスなんですよね。脱着式でまさにスイッチして遊び方が切り替わる。ただの板になっていくスマートフォンに対して、何か機械と身体的なものとの関係を訴えているような製品だと思います。コロナ禍ということで、僕もフィットボクシングとかをやってますけれども、すごいゲーム機です。来週も作ります。見てください。